高齢化社会と言われる中世の中をいかに楽しく過ごすか熟年と呼ばれている人々の頑張りやそれを支えている人々の話題などを半熟年コンビの国吉弘明と玉那覇義秀の「フリーユンタクフリートーク」でお送りする「余裕楽人のお時間です。 はいみなさんこんにちは、えー、令和も今日で十一日目になってますね皆さんその令和の使い方ってもう慣れましたでしょうか、えー、ね書くときにヘイと書いてしまって書き直すということもあるかと思いますねまあそういう今日この頃です、えー、今日はですね、えー、せまあ先週その令和,令和になった時のいろんなその えー、テレビでご覧になったかと思いますけど、えー、即位後朝礼のあ朝礼の儀があの1日にありましたねその前の日に4月の30日には「大、えー、礼正殿の儀」というのがありましてこれもこれはなんとなんと202年ぶりの再現らしいですね。これままではあのーまあ 昭和天皇それから大正天皇明治天皇がこう崩御という中で、えー、元号が開催されてきたんですけど今回はあのもう本当にハッピーな平和な、あのー、時代での開元ということで皆さんもまた素晴らしい体験をされたんじゃないかと思います。えー、さて、えー、今日の今週の「よよ落人」はですね今、あのー 首里の石峰町が非常に暑いですね頑張ってますねあのこう車で通ってみても沿線沿いにそのモノレールの河,橋あの河川ができてもうテスト走行も始まっているかと思いますそういう中で、えー、石峰の,うの新聞報道で、えー、ありましたですね、えー その新聞だったっけ、えー、タイムスにあの10月の今年の10月1日に開通というふうなことであの新聞がありましたんでちょっと調べますと石峰町ではそういうその祝賀行事を。 もうすでに準備されている団体があるということで今日は、えー、その団体の方から石見村足美実行委員会実行委員長の玉木俊光さんそれから、えー、相談役の金城新徳さんをゲストにお送りしたいと思います、えー、皆さんようこそおいでくださいましたこんにちは、はいえー、そうですねあの え先ほどちょっと話しました24日に新聞でえ1日というふうに発表された中でえ記事の中にもありましたけど実行委員長さんがね田向さんの方がえもうあの祭りの準備を着々と始めてるよという話がちょっとその記事の中にもちょっと載っておりましたのでその辺の方からぜひまた田向さんの方にお話をお伺いしたいなと。 思っております、えー、はい、あの玉木敏光さんですどうぞあ、皆さんこんにちは玉木敏、えー、光です今回石見村氏の実行委員長をやっておりますえー、実はあ石見根が今熱いというのはやはり青少年の健全育成と地域の活性化のために平成四年に畑が城を作りましてから 庶民の気持ちがやればできるとそういう機運が高まりましてそ,それに伴って絶えずまあ機会あるごとに何か村足び足袋をやろうとそ,うしそ,それで地域の気持ちをみんな高めていこうというのが石見村足びの始まりでございます。 これまで維新見村しびは今回で3回目ですけれども過去2回まあ5年間隔基本的には5年間隔で何か大きな節目節目の時にやっておりまして今回の村しびも決起、えーえー、大会延伸のモノレール延伸決起大会の時点で 次はあモノレールが開通したらやろうということでもう約10年ぐらい前からお互いの気持ちの中ではそういう段取りが出来上がってきておりました。あ,のあれですね、まあ、あの令和という、まあ、その節目の中で石峰が石峰駅ができるそれから、えー、聞いておりますと来年は何か石峰が。 首里国変に寄されて100年目に当たるという。もう本当に石嶺にとってはね、ずっとこう、いい、そのイベントが続くんじゃないかと思いまして。はい、昨年はまたあれですよね。あの。石嶺小学校の合唱団がこれ n. H. K. 合唱。全国合唱コンクールで同賞を取られ。これはもう沖縄でも快挙ですよね。はい、まあ、そういう意味では。石嶺が非常に、今、あの、まあ、地元だけじゃなくて。 えー、東京の方でもその N 協でその入,選入賞されたという部分ではネームが非常にあの高くなっているんじゃないかなというふうに思っております。えー、そして顧問の金城新徳さんいかがですかこ,のこういう企画の中で相談役というお仕事は大変な仕事だとは思いますけど。はい、そうですねあの私どものですね、うん 石峰、ねまあ、少しご紹介申し上げますとお私どもの石峰というのは北の那覇市の北の方に位置しておりまして鳳凰、えー、のごとくですね大き,な大きくこう羽ばたき、えー、年を追うごとに発展しているところでございます。えー、地域には三小学学校校二中学一高校と若者の多い 本当にこう文教の街であり、また福祉の村でもあるんですね。今あのオリブ山病院や沖縄海星会と大型のこう老健施設などもあって、そしてまた石見児童園をはじめ五つの福祉施設もございます。そういうふうな中で本当に福祉の村ということで地域は発展しております。まあ町内には三カ所の公務員住宅や千五十ニ所帯。 一番大きな市、えー、の営住宅もございますそして沖縄県の総合福祉センターでは県内各地からかりゆし長寿大学に通う学生や各団体の利用も多く大変こうにぎやかでございます町内の13の自治会には2万2千名の市民が、えー、住んでおられまして町民の利便性、えー、モノレールができた後のその利便性というのは計り知れないものがございます。 まあ、当時、えー、沖縄あ、えー、都市モノレールのです、ね、こう再三社員にも大変良くなるし、ぜひ地域の交通混雑の緩和のためにも、ぜひこのモノレールが大変こう期待されて待っているところでございまして、私どもこう利用者が多く見込めるこの石峰駅の先行開業も、もうぜひというふうに進めておりましたんですが、今回、図かからずも10月の1日と。 いうふうなお話を聞いて、こう大変喜んでいるところでございます。そうですね。一瞬、みが昭和の三十年代後半から。この団地ができたりということで、住宅街という住宅化にこう、どん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 、まあ。 俗に言うベッドタウンというふうなことでえ発展されていってここでもうあの50年近く60年ぐらいになるわけですけどその中で今あの顧問の方から話がありました2万人余りの人口を有するというふうなことまあそれからするとあれですねまああの100年の間にはすごいその変遷があったかと思いますけどこの変遷の中でその ちょっと先の石峰,は石峰町はどんなところだったのかというふうなお話もどどどでよく言うとタクシーも通,通ってくれないとかっていう不便な地域だったものが今や最新の,そのモノレールがやがて開通するという段階まで来ているということは昔の石峰をねお話ししていただければ。はい、そうですねあの石峰は 現在のようなベッドタウン化してきたのが1965年前後、うん、はいそれから徐々に徐々に人口が増えまして特に石峰団地ができてからは本当に押し押しる波のごとくですね、えー、人口が増えてまいりましてで今の人口の約10%がもともとの 人口だったんではなないいかなという,ふうに思っておりますでじゃあ当時は何があったかというともう農村ですよね純農村ですねでさとうきびと山とそれでしかありませんので当然のごとくながら地域文化というのもそんなにないですしそうした中でまあ先ほどもちょっと言い忘れたんですけれども平成4年に畑ヶ城青少年の健全育成のための 旗ヶ車を作って盛り上がったのが現在の石峰町でありますねそれでまあいろんな面でこれまでいろんな面で立ち遅れている部分があるとまずは道路が道が悪い石峰というとタクシーも行かないとそういうところでありまして能がといったらな車が止んでいて不死がらんことということだったらしいんですけれども走行、うん、しながら 徐々に徐々に町を地域の先輩方が頑張って、えー、よくしようよくしようというふうにこうみんなやってきたのが今のい目めになりつつあります。で大正10年までは西原混じりですのでまだ主力に編入されてないんですよ。そういうことでまあ主力に編入されてまあいよいよこれからと。 いうことで、まあ、それが結局は百年ぐらい経ってきたということだと思います。あの、そうですね、よくあの江戸っ子という言葉がありますけど、江戸っ子は三代住めば江戸っ子だというふうなことでありますので。うん、もう百年もなると、すでにも三代以上の皆さんが、あの石嶺に住まれ住まれているということもありますので。 と,いうことはもう石峰の我々は市民町だというふうな方々が大半占めてきているはずですよね先ほどお話になりました1割ぐらいというと2,000名ぐらいのものからどん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 増えてきて2万よというふうなことになるとやはりその中でも3代以上の方が住まわれているところも数多いと思います。すということはもうあの既にもうあの石民の人た 石峰の人それから、えー、もう百組み込まれて100年ですから、えー、石峰も当然首里地区というふうなことで、えー、皆さんが理解されているんじゃないかなと思っておりますね、まあ、そういう中でだんだん新しい交通体系ができてきてこれは平成の15年に、えー、首里駅ができましたよね。えー 守られるが初めて沖縄に導入されて、まあ、当初はあの西原入り口までという内容のことで聞いていたんですよねそうすると、はい、まあ実際になったのが、えー、寺の鳥栖のそこまでしか来てないという状態でそその頃は皆さんどんどなででしたそうですねあの私どもはとにかく石峰町は首里の3分の1の人口そしてまた面積ございますので。 そういう中で利便性の町民が利便性をのためにも是非石峰駅まで開業してくださいと通してくださいというお願いもしたんですけれどもなかなかそれが得られずに首里駅止まりになっちゃったんですね。ですから今回の石峰駅そして京塚最終前浦西駅までの開業については大変地域の皆さん方喜んでいらっしゃるし。 えー、市,市内へのそのをですねあのアクセスについてももうすごく利便利なところになりますので地域のものとしても大変喜んで今おりますあのですねということはもう15年ですから15年間待ちに待ったわけですよね、うん、そうですね <laughs> そういうその中で、はいえー、タイミング的にあの一心に村あしぼをやるという、うんはい、まああの町民も 待待ちに待ったあの開通ととといいうこだ思まえその中で、えー、先ほどあのお伺いしましたら第3回目にあたるというふうなことで初回2回3回というふうなことで、えーまあ、こ過去の2回でどのようなことが村遊びだったのかなというふうなことでねそれからまたあの3回目はこれに輪をかけたその村遊びにしていきたいというものがあればまたあのお話をいただければなと思っておりますけど。 そうです、ね、あのまあ町内には三小学校二中学それと実家所の保育園もありますのでまずはやはり将来を担っていく子どもたちにやはり地域のこういったみんなが頑張っているということで、えー、出演してもらうとで、まあ、まずはえ子どもたちを中心にして。 で13の自治会もありますのでそれ以外の皆さん方も自治会に入ってない皆さん方もまたいろんな芸達者の皆さんが大勢いるわけですよ。まあ、2万人余りの人口がいるわけですのでその中からやはり、えー、こう演目が重複しないようにそれぞれまたその各部で。 それを検討しながらこれまでやってきておりまして合唱団とか舞踊空手古典音楽民謡そういったのを主にやってきました。えー、それとなるともう3回目も当然これにその順に対応うなものになるかと思うんですけどあの今お伺いしましたらその石峰に住まわれている方あの 皆さんが主役ということになるんですかねじゃあかなり芸達者の方がいらっしゃるようですえー、えー、それでその,その中で例えば「あの子どもたち健全育成」の中でというもう初回からすると10年ぐらい経ってます。まあ <laughs> まあそういうことですしなる、はい、ね年経ってそうなると、はい、その頃幼稚園生だった子がもう高校生ぐらいになってくるというふうな中でどん,どん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 まあそういう昔出たよという人たちがまた再チャレンジをしてというふうなこともあるかだろうしまたあの新たに市民に住まわれた方もまた新しく挑戦するというある意味では町民全てがその参加型のイベントということではいい 珍ししいかもしれませんねあ年区にあってそういうことはととても珍しいと思い思ますあの過去の2回のこの実写機経験からしますと本当に1日で終わりきれない 2, 2日間にまたがるというふうなこともですね<あ>今回も予定しておりますはい、はい、ですからあの地域の皆さん方「どうですか18番いかがでございますか」というふうに案内を出しますとワンカラワンカラしていっぱい集まってくる。 そういう中で、えー、さ先ほどお話のとおり等も幼稚園保育園がございます三小学校二中学一高校そして、えー福えー、公民館ですか石峰公民館の利用団体の皆さんとか声かければですねいくらでもこう余興が出せるというふうな状況にある地域ですね石峰は。 そうね、あのまあそういう、まあ、素晴らしいその町民がいらっしゃるということはもう皆さんもお仕事やりがいがありますよねもう協力してもらえるという方がおればですねまあそういうことで、えーまあ、あと4ヶ月ヶ月しか月3か月しかない村足病これから着々と準備が進められると思いますけどまあそれには実はこれはあのいろんなものを イベントすなので、はい、<laughs> そういうものの,そのまあよく,よく言う資金というんですかね造成という意味でもまあ皆さんに頑張っていただく方向があるんじゃないかなと思いますけどその辺のあれはどういうふうな動きで、はい、あのですねこれあの資金造成も大変大事な仕事でございますので、うん。 加工、えー、実行委員会の中には、えー、専門部がございます資金増成部舞台構成企画そして総務デザイン、えー、そして式典祝賀舞台会場設営とかですねいっぱいその割り振りされた町民の皆さん方が一生懸命自分の持ち場持ち場頑張ってくださるので大変心強いですよ。まあ、あのそのの中でも、まあ、これは、えー、町外の方 というよりもまあね町内の皆さんが頑張ってその我々の祭りだというその一つのね何がないとまだうまくいかないと思うんでその辺の広報関係もあ,のあるんじゃないかなと思って実はあの私手に入れたのが「村遊び」第1号,号というものが手元にありますけどまあこういうのもどんどん作ってあの村遊び頼りがどんどんできてきてまあこの中には。 まあ、あの今回の第1回目は高校でやりますという内容なんですが、まあ、次からはいろんなあの演目とか思考とかっていうものがどんどん出てくるんじゃないかなと思います。えーまあ、そういうことで村重についてはあの、まあ、推進団体っていうんですかねあのかか まあ何かがあって以前にその村走というものが核になる団体があったかというふうに聞いておりますねまあその辺ではあの村走の実行委員会が立ち上がってはいるんですけど、まあ、石峰ではあのよく聞いておりますそのモノレールの誘致の中でもそれから青少年育成の中でもあの石峰町北商会という名前が こう出てきますね。はい、ま、そういう意味では一つのあの大きなあのボランティア団体というふうに聞いておりますけど、その辺の概要もまたあのお,ねお話しいただければなと思います。もうあの誘致の中ではもうね。大きな役割をお仕事をされたかと思います。で、あの先ほど実行委員のあの組織図も見て見させていただきましたけど、まあその中には。 もともとこう北條会で活躍された方もいらっしゃるし、まあ、そういう中では大きなあの原動力となっていくと思いますんで、うん、ぜひまあこれの「しめ根なこういう団体があるよ」という意味でもご紹介いただければ。はい<と>分かりました、うん、あの北條会とは平成4年に青少年,青少年の健全育成のために3つの旗頭を作りまして。 その時の実行委員が120名余りいらっしゃるもんですからそれを完成させたもんですからその後それを解散するのはもったいないとぜひ地域であのこれから活性化のためにお互いで頑張っていこうということでそれを横滑りさせたのが現在の北昇会でもう主に文化ボランティアですね。 学校とのつながり地域とのつながり各方面とのいろんなつながりをお互いが緩衝材としてやって、えー、まあ地域いわば地域の旗振り役ですねそれが今の北昇会の現状であります。まあそれすると 二十六年,年,年結成して二十六年です,、ね、ああですね。自分の一石、すごいまあ石見の発展とともにあるようなものですね。あっという間に来ましたですね。はいはい、ああそういうことでまあそういう団体がおればまた力強いその何ができると思いますね。えー、今週はもうそろそろお時間ですけど来週うど もうぜひ今度はあのまだこれ話したりないところがありますんでですねえ来週も一つあのモノレールのに関連したお話をおぜひお聞かせいただきたいなこれはもう那覇市の最終の駅ですよねでもうあのそういう意味では我々那覇市民でもあのそういう まあ那覇空港に始まりえあそこは浦西ですかそこに行くんですけど那覇市内では最終の駅というふうなことを聞いておりますし是非、はい、その辺の内容も含めてですね、はいはい あの来週はお話ししていただきたいなと思っております。はい、今日はあのお忙しいところ、もうあの電話は争ってバタバタしてるかもしれませんけど、来週もまた一つぜひあのお越しいただきたいなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。 来週も土曜日のこの時間また言チャゃうがのびら See you next week again